よしよっよっ、あずかです。ありがとうございます。覚えた。ありがとうございます。今日はね、さっきライブでね、やっててね、続きで、さっきやった帯ね、やっていきます。はい、また、ボディとはね、違うところもあるんで、はい、実装なんで、その辺の注意点も言っていただけたらなと、はい、思います。はい。いいですか、はい、頼ますよ。顔が近い。近い。ごめんね。はい。はい。というわけで、やっていきましょうか。はい。じゃあ、オープニング。はい。スタート、よいしょ。使用するものは帯、帯板、帯揚げ、帯締め、枕、三十仮ひも1本、ボタンゴム、長いのが1本、短いのが2本です。長いボタンゴムは仮ひもにつけます。はい、では、右側が3センチ、左側が6センチぐらいで斜めに折り上げていきます。斜めに折り上げて、1、2、3、4、5つ。山を作ります。で、右側に向けてここの上に小さい山を3つ作っていきます。それでつなげていきます。ここに3つ山を作ってます。そしてさっき作ったちっちゃい山とつなげていきます。ここを柄止まりのところでゴムで留めていきます。でピンチを外します。はい、では、表を上にしておきます。そして半分に折ります。根元もなるべく半分に折ります。下から上に上げて4分の1の幅にします。で、ここにピンチで留めておきます。この端っこが、左側に来るように持ってもらっての綺麗になっているところのここへボタンゴムを置きます。これをちょっとここのひだの下に当てて、このまま上にかぶせてきます。そしてこの後ろでボタンゴムを留めておきます。ピンチを外します。はい、では振り袖を着せていきます。振り袖を着せるときはプリを折りくさんで持たせてあげてください。袖どうぞ。プリは袖の中で離してもらってください。では裾上げをしていきます。裾上げをするときは足を揃えて閉じてもらってください。はい、では腰紐をしていきます。腰紐をするときはお腹を大きく膨らませてもらってください。
この腰ひもはしっかり締めてください。胸ひもを締めていきます。胸ひもを締めるときは締めるときに大きく息を吸ってもらってください。
手を巻いていきます。はい、では帯を締める前にこのフリを腕にかけてあげてください。はい、では帯を締めていきます。帯は脇いっぱいにあげていただいて、柄止まりは左脇です。帯を一締めします。ビータを入れます。でもう一締めします。で左下にピンチをします。まず上を折ります。このまま斜めに2回上げていきます。で手先を下ろして手先の向こう側を通します。手先を上げて手先の根元で仮紐をします。今回はボタンゴムは左側につけています。今回は、襟先で飾りをつけていきますので右側でくくっていきます。はい、では帯を作っていきます。こちらが左側を、3分の1ほど折ります。でこの流れでこのままひだを取ります。でこのまま右の羽を作っていきます。右羽の長さはだいたい帯の下線あたりの長さです。このまま上から2本ともにかけていきます。そして、残りのタレをちょっと真ん中に寄せてここで3分の1幅にします。これを折って、でこちらに帯締めをかけていきますので帯の半分ぐらいの長さにしておいてください。これを一番手前のゴムにかけていきます。残りのタレはこのまま斜めのラインを取ってこのまま大きくバイアスでひだを取っていきます。手をここに当てます。このリボンの下に当てます。そして左のボタンゴムで留めます。そしてこの下に枕を入れていきます。枕の紐は真ん中で締めていただいても大丈夫ですし、もし最悪襟が浮いてしまったとかって言った時にはここでカチッとこう締めて
襟が浮いたのを防いだりとかもできるので活用してみてください。紐のくくり目が真ん中に集中してしまいしんどい場合は左右どちらかにくくり目を持っていってあげましょう。で苦しくないところまで下げてあげてください。大丈夫。帯揚げをかけていきます。今回は帯揚げを先に作っておきます。はい、では真ん中の羽に帯締めを入れていきます。はい、ではキレイキレイしていきます。ここは一つずつきれいにしごいていって真ん中が高くなるように出してください。こちらは少し出します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。さすがにこれライブね終わった後なんでもね、はい、じゃあもう続けて撮影もいっちゃおうよって言ってますぶっちゃけ2時間。ぶっちゃけ2時間、はい、ごめんなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。まあまあね、まだ今後成人式あるんで、はい、まあ、それの前撮りということで何年前から前撮りやんよね。はい、というわけで皆さんもね、娘さんとか先ライブでもお孫さんやりはるいう方もいたかったんで、はい、あのまた参考にしてもらえたらなと思います。はい、というわけで終わりましょうか。はい、はい、じゃあそれでは皆さんまた次回お会いしましょう。はい、それでは皆さんお疲れです。ご視聴いただきありがとうございます。 LINE 公式アカウントができました。 LINE 公式アカウントに登録していただくと YouTube の新着情報お、セミナーの開催情報、うん、質問やリクエストなどもお受け付けできます。お、リアルタイムでお答えできることはお答えしていきますので、 LINE 公式アカウント、 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。待ってみてねー。